はい皆さん、毎度毎度おばちゃんパーマかける前のねカットね、バッサリカットね、この一発で切る切り方ね、自分が若い頃20代の頃じゃないかな、こうやって一発で切る先生いたんだよね、それ見てかっこいいと思って、真似して、もうそれからずっとワンリングスは一発切りしてるけど、これやっぱり慣れないと、なんか一回で切るの怖いってなるよね、なんかお客様に対して悪いかなっての。 張り上げをバリカンでいいいきなななやるとかか悪いかなみたいなね手抜きみたいでねなんかそんなような感じがあるけど慣れちゃうとやっぱり一発でちょんちょんちょんとチョップカットになるけどねで力入れずにねでも昔は力入れてさガツガツガツって切ってたけどねかっこいいもんじゃないよねこれ何回も言ってるけどねあの自分がこうやって、まあ、力抜いて一発で切るっつうのサクサクサクとねこれやっぱりハサミの研ぎ方もあるよね。 新品のハサミだったら問題ないけどねコバを立てて研いじゃったような方あの刃の角度45度ぐらいでねコバをつけて研いでるような方こういう方はちょっともう濡らして切らないと無理かもしれないね新品のハサミをさ買ってさ刃先を見るとさーっとさ、うん、あの本当になだらかに薄刃で研がれてるでしょ。この状態を維持して 研ぎ続けないとねハサミ自体が薄刃になっちゃうんだけどそれをしとかないであの下手くそな研ぎ屋さんだとこばを立てて小刃というのは花を起こしてね30度とか45度ぐらいにそれで研ぐとすぐに刃がつくんだよねで見た目も刃物自体がそんな変わらないっていうの形が先っちょだけスーッとね線がついてそういう研ぎ方してるともうドライカット無理だねしっかり濡らしてね 毛束を少しずつ取ってまあ、切るようになっちゃうね。だから新品のハサミだとそういうことないんだよね。で、新品のハサミもね、まあ、どんなに力抜いて優しく切ったって、若い人が使ってると人数切るからね、3ヶ月も切ったら切れなくなっちゃうよね。そしたらどうするかってなるけど、まあ信頼できる時屋さんに出すしかないけど、もう小刃つけられたらそのしざは終わり。 もちろんね、終わりってことはないよまた薄刃に研ぎ直せば使えるようになるよねだけど新品にはかなわないよねどんなに薄く綺麗に研いでもね新品の一番切れる状態をね研いだことによってもう壊しちゃってるわけだからどんな研ぎ方しようがね叩いて曲げようがねやっぱり新品にはかなわないよねあのドライカット中心でね力を入れないで軽く切るっつうんだったらもうシザーは使い捨てかね2万円以下のやつを。 でこそ、ね、シザーは手で研いでるかもしんないけどねそのうちその職人のね技術を AI でコンピューターに取り込んで数字化されたらねもう人間がねそのシザーを研いだりたたいたりしたらもうすぐ切れなくなっちゃうっていうの機械化で完璧な商品になるかもしんないだからフロートだから多分安くなるような気がするよねもう人間が触んないで作ってねそうすると9800円ぐらいで6インチぐらいのね ドライカット専用のできたら面白いよね。まあ実際自分なんか自分で研ぐからね、本当に高いハサミってのはいらないね。安いハサミ自分で研いで失敗してね、あ、う、あ、ん、失敗しなかったらうまくなんないよ。うん、はいこちらのお客様ね、まあいつもはこういうふうにあのまとめてるのっつってね、で右サイドに出してくるじゃない。これをね縄編みしてるんだよね。ロープ編み。だそのロープ編みってさあの右に巻いたら左にねじるじゃないけど。 ねじった方向とあのなだっ絡ませる方向が逆でしょ。それじゃなくて右に握ったやつを右にね。じってる。つのだからほどけちゃうつんだよね。あの女性の美容師さんだったら大体知ってるよね。まあ、美容師さんだったら誰でも知ってっかあんな。みの編み方ね。三つ編みじゃなくてね。二本に分けたやつをね。ロープ編みだよね。<laughs> 締め縄編むみたいにね。<laughs> はい、お疲れ様でした。